吉浦康弘は、福岡県福岡市出身。日本のアニメーション作家、アニメ監督。東京都在住。九州芸術工科、大学芸術工学専攻卒業。スタジオ六課代表。台湾の林百貨店や、旧台南警察署などを設計した建築技師、梅沢ジ二郎が、祖祖父にあたる。大学在学中に、アニメーション制作を開始し、 作品を国内外で発表。卒業後は、福岡にて、フリーで、ショートアニメーション制作を受け負いつつ、個人制作で、商業アニメデビュー作品である、ペールコクーンを完成させる。これを機に上京し、以降は少人数でのグループワークを、主な制作スタイルとしている。ブレーク作とされる、イブの時間を2008年に発表。8月に第1話を、ギャオにて、無料配信。 10月に配信した第2話以降は1ヶ月限定の無料配信とした。ギャオ公開から1週間から半月後にニコニコアニメチャンネルに1ヶ月限定無料配信。プロモーションにあたってはニコニコ生放送と数々のメディアに出演した。2009年9月配信の第6話までを第1シーズンとしている。2010年3月初の劇場作品となる。 イブの時間劇場版を公開。第一シーズンの6話アルファをまとめた作品である。自身の作品には曽祖父梅沢が台湾に残した建築物の影響が少なからずあるとも語っている。小学5年生夏の自由研究にて、諸女作、竜巻追っ手を発表。自由研究としては異例である小説の発表は、教師の想定を凌が。後に、書籍の形式をもって、 各教室及び友人数人に配布された。なお、配布時期により表紙に変化を施してあり、制作はすべて家族の手で行っていた。兄の影響もあり、高校時代に演劇部に所属。この経験が、後の作品で自身で行ったアフレコにつながったと、される。演者だけでなく、脚本も担当していた。大学時代も一時演劇部に所属していたが、 CG 制作の夢に集中するために退部している。高校時代に見ていた、新世紀エヴァンゲリオンの関連作品、エヴァンゲリオン新劇場版、派の映像制作参加にあたって、イブの時間制作初期の激務の頃であったが、まさか自分が携わることができるとは、と、その感激を知人に漏らしている。日本放送アナウンサーの吉田久さとは、のみ仲間である。ありがとうございます。